はい、ゆったりーぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、年末というのもありますので、私が所有しているアメリカ ETF がどのような成績になっているかっていうのをお話ししたいと思います。私もいくつか持っているんですが、そのうちの一つを本日は紹介いたします。iShares 先進国米国除く不動産投資信託 ETF ですね、を所有しております。 IFGL って言われるやつなんですけど、 iShares さんの方から発行されてるやつでございます。まあ、アメリカの不動産を除いた他の先進国ですねの不動産投資信託に投資をしている ETF です。まあ、私も結構これが長い付き合いなんですけど、この銘柄の特徴としては、結構分配金が年末結構ドバッと出てくる、ちょっと珍しいタイプの ETF です。で、このやつを、年末、ね、年始ですね、年始から持っていて、年末まで所有していたら、分配金も含んで、どれくらいの成績になったかっていうのを本日お話ししたいと思います。ですね、マイナス、6.91% となっております。まあ、つまり100ドル投資をしていたらおよそ7ドルマイナスになってるっていう投資信託です。まあ、あのアメリカの、そうですね、クリスマスの時にすごく下落がありましたが、まあ、それを考えてもそのくらいの下落しかしていないと私は考えております。これからちょっと世界的にどうなるかなっていうのはいろいろ考えなきゃいけないところではございますが、もともと不動産投資信託ですんで、家賃収入が入るっていう前提の投資信託です。まあ、その関係上、下落もそれほど家賃を考えての価格になりますので、大きく落ちることはないかなと考えておりますが、まあこればかりはちょっとわからないところはありますので、まあいろいろおいおい追いかけていきたいなとは思っておりますし、私が実際所有している銘柄ではございますので、まあその点もいろいろとお話ができればなと今後考えております。まあ本日はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。ゆったりーぬでした。それではまた。